恒例になりました浜離宮でノコも外しと、今回水上バスツアーも企画出しました。センターの方からノコ外しは日本に昔から伝わる伝統的な害虫駆除の方法の一つです。ちょっと周り見ていただくと松の木がたくさんあると思うんですが、その一つ一つに腹巻きのように巻かれているのがノコ巻きです。園内には約700本ぐらい松の木があってですね、そのほとんどにこう巻きがされているので大変だと思いますが、皆さん頑張って作業を進めていただければと思います。口亀、カメムシの仲間で、刺してカメムシがいてるじゃあ、お友達ランディングさせて。じゃあ、2人組になってる、この2人は、2人じゃないですか。スッと押して、切っちゃっていいの？水門の垣根の中は私たちやった方がいい。うん、水門の中はやるよ。結構慣れてますね。カビ、これカビ白いの、あ、なんか普通の虫が出てくるんですよ。白いの持ってる。これは大丈夫です、そのままで、はい、あと何を取るんですか。下に映ってるのこれ、これがさっき言ったこの黒いのがこのさっきの液中の差し亀ってやつ、はい、これはそのままでいいです。よろしいですか。はい、毛虫がいなきゃ大丈夫です。はい、いなければ大丈夫。一瞬にちょっと見て、はい、なければ大丈夫。あ、でも全部取らないといけないやつ。あ、悪いやつが17いたんだ。向こうはいいやつが4、あ、5、6かな。あれはすごかった。うん、はい、はい、ありがとう。で、今日ここで、ね、学び方はこの場で解散と。じゃあこれで解散。
めさせていただきます。ありがとうございます。お疲れ様でした。